桜の映えるという文字です。冬というテーマで歩く、聞ける、甘いです。私は九州の長崎県五島列島の出身なんですけれども、雪のある生活をしたことがなくて、実際に雪での歩き方だったりとか、どんな格好をすると安全なのか、旅行者の方が来た時に冬の寒さで辛かったっていう思い出になってほしくない、冬に対する準備ができればいいなと思って、こちらのテーマを立てさせてもらいました。町内って車がないと観光も厳しいんじゃないかっていうふうに思われがちなんですけど、公共交通機関などをうまく使いながら、車がなくても十分楽しめるような高田の中心地の定番コースの巡り方を書いております。フルーツサンドであったりフルーツタルトっていうのが多いなっていうふうに感じていて、それもやはりこの最近はカフェ巡りをする男性も増えてきているっていうことなので、そういった方々に向けて発信できたらなと思っております。甘党にとっての楽園が結構あるので、この記事も読んでいただけたらなと思っております。以上です。